会の水谷です。よっ、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 して、あ、失恋家の、脚本監督を務めました長谷川徹です。よろしくお願いします。そしてプリネッツピクチャーズのふみさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お、いい感じになってますね。いやね、昨日、はい、昨日のショー、昨日のショーっていうことで、はい、そっちの昨日じゃなくて、はい、ね、あ、失恋か、明日がそう、明日のショーの昨日放送をしましたね。アップしました。アップ始まって、はい、とりあえずまあ1週間やるということで、はい、やったんですけど、僕ね、明日のショーではなかなか聞けないこととかね、まあ、なんだろう、まあ、そこをまた監督にプロデューサーとして聞きたかったなとか、会話したりしたいなっていうので、まあ、昨日のショーやってるんです。僕と結婚してください。そんなんでするわけないじゃん。え？なんで？失恋のショックで本当に人間の脳に傷ができることが最新の技術で分かったんですよ。患部を切除しないとあと5年は生きられないと思ってください。手術の同意書です。まあ、昨日のショーの趣旨でもあるね、はい、ね、出演家を見てっていうとこなんですけど、はいはい、僕はね、まあ、個人的ですよ、はい、あの作品をすごく、脚本もね、監督がやられてたんだけど、やっぱり役者さんたちがね、はい、すごく彩ってくれてるなと。そうですね、うん、ハードル助けられてますね。フラッシュモブとかも僕もちょっと昔ダンスやったことがあるから、ああいうの好きなんですよ。なんかもっと見たいみたいな。やってました、やってました。フラッシュモブ実際やりましたし。あ、マジですか。やりました。マイケル・ジャクソンやられてました。マジで。習ってる。そう、お台場かどっかでやってた。実体験でやってんすか。実体験で。もっとすげえ人数で、はい、もう上記してますね。上記してます。MJ ね。MJ、はい、みひろさん、はい、みひろさん先生ね、はい、女医さん、特になんか映画に花をね添えてるというか、うん、なんかテンポが、お芝居が脚本とすごくマッチしてるなって思って、あー、なるほどなって思ったんですよ。番組は監督が実体験でっていうようなところのお話してたじゃないですか。フラッシュモブとかされたってことなんですか。いや、はしてないです。フラッシュモブはしてないですけど、はい、まあまあ YouTube でもいい、言えないようなひどい恋愛をしたんですよね。失恋、男が失恋とは傷に残って、うん、女は残んないのよとか言い切ったじゃないですか、バツンと。それはやっぱその実体験だから、自分は結構引きずったけど相手の女は結構あっけらかんとしてたとか、そういうエピソード、まあ、ではないとは思いますけどね、うん、相手もちょっとダメージは食らってるはずだと思いますけど、あ、まあまあ、でもそれはもう作劇上そうした方が面白いから。あ、そういうこと。男はなるけど女はならない。そう、でも僕はそのそういった意味でね、その作劇場に限らず本当にそんな感じなんじゃないかなって今周りを見ててもね、うん、男は結構引きずるじゃないですか。まあそうですね。一般論的に男は引きずって女の人はすぐ、ね、理解が入っていますけど、はい、まあでも いる人はいますもんね、引きずる。まあまあね、なんかね、引きずらない男もいるでしょうし、はい、二人さんも若い頃とか特化引っかいだ。いやいやいや、全然そんなことないです。ふみさんの方がね、どっか行ったらよく武勇伝みたいなのね、いやいやしましたよね。それね、うん、確実に勝ってた。これでダメだ。ここは使おう、ここは使おうよ。ここは使ってこうよ。昨日のショーを盛り上げてこうよ。ここはそういうのなしにしようよ。僕は、うん、でも失恋、はい、失恋ですね。というのを、はい、誰もが人生の中でね、一回もしたことがなく死んでいく人って、うん、羨ましくもあり、でもなんかムカつくなみたいなね。やっぱし、まあ、そうですね、うん、まあまあ、うん、そうですね、通過儀礼というか、うん、それでもまあまあそうですね、失恋とか、まあ、うん、まあ成長するために必要な通過儀礼ですよね。そうだね、やっぱ相性がね、しっとりしちゃいますね。失恋の話するとしっとりしちゃうからやめましょうか。まあまあ、ね、確かに。一応あれから収録から結構日にちが経って、まあそうですね、あの他の映画祭で映画少年映画祭っていう映画祭でグランプリいただいたんで、お、はい、ありがとうございます。で、助成金で30万いただいたんですよ。お、はい、あの
でまあ足りないんで、まあ、クラファンとかでも集めなきゃいけないんですけど、でも来年の映画少年映画祭でも上映しなきゃいけないって決まってるんで、でもまあおかげさまでこう次回作を撮る感じです。はい、どこまで聞いていいの次回作について。あ、もう何でも話しますよ。どんな鑑定があれになるんですか、その内容ですか。内容それは言えないです。内容どんなとか言えないからね。いやいや結局言えない。それは言えない。内容は言えないけどさ、なんていうの、あんま俺自身ジャンル分けするの好きじゃないんだけど、じゃ あの失恋家の延長線上にはありますね。あ、別に一緒に見なきゃいけないわけじゃないですけど、感覚的には延長線上に見たら、さらに面白い。へえ、楽しみだね。そうなんだ。先生、もともとそういう構想があったんですか。あ、いやいや、あの後から考えました。あ、続編作るんだったら、こういろんな、多分まあクラファンとかをするんだら、あの撮影期間、編集とかは大体どんぐらいの、撮影はでも2日ですね。撮影は2日リハーサル、ダンス、あのフラッシュモブの練習兼リハーサル、あの辺のシーン練習1日で。で、編集は、まあ編集マンがいるんで、まあ、編集マンさんがもうすげえ、あの本業の合間に出ずにやってると思うんですけど。いや、よかったですね。それは人のやっぱりつながりがね、そうです、助けてくれるというかね。そうなんですよ。だから困ってる時に助けてくれる人がいて、今まで真面目に生きてきてよかったなって。真面目だもんね、長谷川さん。そうですね、僕ほんと真面目なんで、はい、すごい真面目なんですよ。すごい、そうなんですよ、真面目。もう話しててこんなつまんない人間いないなぐらい間違って。いや、全然面白いですよ。僕だって初めてね、長谷川さんとその、考察する映画祭で会って作品送ってもらって、僕電話したんですよ。本当に5時間ぐらいだったんですよ、電話。そうですね。水谷さんが電話していいですかって LINE で送ってきたんですよ。で、はいはい、いいですよって言うじゃないですか。5時間話されると思わなかったな。俺も思わなかった。結果ね。結果。すごいね。あ、なんですかね。でも熱い志の話ですよね。そうそう、熱い志の話をして、心のガッツポーズ出てましたね。出てましたね。がっちり、がっちりシェイクハンド。もうシェイクハンドみたいな。シェイクハンドしましょう。シェイクハンド。ゴー。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ね、もう長谷川監督のディープな話いろいろ聞かせていただいて、はい、来ましたね。そうですね、まあほとんど使えないと思うんですけど、もう使えないところはもうどんどん切っていきますよ。本当にディープすぎちゃってね、もうディープインパクトみたいな感じで、ちょっとお涙がね出てくるぐらい大変な時もあったから。そうですね、うん、でも本当長谷川監督これからもぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、1週間後とかも、はい、あのアーカイブしちゃって大丈夫ですか。もちろんです、もちろん。あ、ありがとうございます。お願いします。あのアーカイブして、もし1週間後見逃した方とかいたら、うん、会員登録さえしていただければ、あの本当に普通に見れますんで、はい、で、もしすごい面白いなと、この監督とかね、この番組を応援したいなと思ったら、あのそういうステージもあるのでご支援いただけると非常にありがたいです。お願いします。ありがとうございます。お願いします。またね、次回作本当に楽しみにしてますので、はい、また遊びに来てください、はい、お願いします。はい、食べちゃうぞ、食べちゃうぞ。いやね、この、はい、昨日のショー、長谷川監督にお越しいただいて、はい、今なかなかすごいディープな話といいますか、かなりディープな話出てましたね。ね、マッツのずっとカメラマンやってた、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。もう次からこっちのレギュラー。はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。一緒にないと。そうです。そうだよ。なんかでもあの、はい、そうですね。まあ、YouTuber を僕始めて、もう半年ぐらいなんですけど、やっぱりね、その言葉の大切さっていうのを学びますね、それね。ああ、はい、そうすか。言葉一言一言がやっぱり、はいはいはい、あの武器というかね、なっていくので、はい。いやでも昨日のショーも、昨日という名はありますけれども、明日につながっていく番組になるのではないかなと僕は思うので、ありがとうございます、はい、頑張りたいですね。じゃあ締めましょう。締めますか。締めますということで、はい、じゃあまだね、あの何回かやらせていただいてますけど、もうどんどん盛り上げていきたいと思いますので、はい、あのチャンネル登録、いいね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。昨日のショー、パキッ。